さあ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 安武さん、はい、いや実はねというかもうメインの家事作家のチャンネルで上がってると思うんだけども、せん、はい、ちゃんドッキリしたやんか、はい、でキョンさんキョンコマさん来てくださって、うん、キョンさんにもうせんちゃんが感動して、はい、興奮して大号泣しちゃったんだけど、可愛かった。でまあうちのチャンネルその家事作家のチャンネルは結構もう落ち着いたんやけど、はい、でその後に、うん、キョンコマさんのチャンネルの撮影が今終わったのね、はい、でもうせんちゃんがもうすごい元気で、うん、キョンさんとも普通におしゃべりできるから、はい、せっかくやったらちょっとこの部屋で、うん、ちょっと軽くおしゃべりしてもらおうかなと、はい、はい、というわけでせんちゃんとキョンさんでーす、はい、お邪魔してまーすありがとうございます。いやせんちゃん、うん、もうねさっき、うん、もうあのままいなくなっちゃうのかと思ってせんちゃんが心配になっちゃってあちょっと泣いちゃった時ね、うちのチャンネルでこのままお別れしちゃうかもと思って寂しくなっちゃってねえごめんね、驚かしてびっくりしたんだ。どんぐらいびっくりした？どんぐらいびっくりした？どんぐらいびっくりした？ちょっとびっくりした。でも今はだいぶ慣れてね、せっかくだったら今からせんちゃんがねうちの家事作家のチャンネルではできなかったから大好きなキョンさんに聞きたいこと聞いたらね、何聞きますか？大きな声でお願いします。もっと普段声大きい。じゃなくて大きな声で聞いてごらん。何だろう。何がいい？食べ物。食べ物。食べ物。好きな食べ物だ。じゃあキョンさんの目を見てちゃんと言おうか。好きな食べ物。好きな食べ物は。嘘やろ。すぐ出るでしょ。好きな食べ物なんだろう。いや知らんよ。ちょっと本当に変わるんですよ、好きな食べ物結構。今好きな食べ物は何ですか？今好きな食べ物は何ですか？梅干しです。どう？え？梅干し好き？嫌い。嫌いだってなんか振られた気分だな。じゃあ何が好きせんちゃん？あ、聞いてくれたよ。いちごが好き。パパに言うんじゃないでしょ。誰に言うの？いちご美味しいよね。じゃあケーキ好きだ。何ケーキが好き？チョコレートケーキと。バニラケーキ。バニラケーキ？バニラケーキ買ったことないんですけど。おそらくショートケーキのこと言ってんだよ。そう僕がねバニラケーキって言っちゃったんですよ。あ、言っちゃったの？言っちゃったの？もう映画にしますよ。これキョンクマさんのチャンネル見てほしいんですけど、キョンさんにダンスを学ぶみたいな感じでやったのに本番間違えてやんもん。お願いします。めっちゃ間違えました。めっちゃ間違えました。本当に撮影楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。せんちゃんもまた一緒に遊んでくださいって。また一緒に遊んでください。こちらこそ一緒に遊んでください。はい。本当にありがとうございました。ありがとうございます。